宮田みつるのバイオアメイジング。緊急対談、バイオのあの話題はこれからどうなる？この番組は、バイオ業界を40年にわたりウォッチしてきた希代のジャーナリスト、我らが宮田みつるさんが、世間を驚愕させるバイオの話題について、行方を握るキーパーソンと対談します。本日のテーマは、世界初、生命進化の再構成。人工ゲノム DNA を開発された東京大学の市橋先生をお招きし、非生命である人工細胞から生命の本質に迫ります。ナビゲーターは株式会社宮田総研代表取締役の宮田みつるさんです。皆様、最後までお楽しみください。はい、よろしくお願いします。はい、それではここから、私が司会を仰せつかります。今日は東京大学総合文化研究科先進科学研究機構生物普遍性機構市橋先生、これ何て読むんですか？これノリカズです。ノリカズ、読めない、ちょっと難しかったです。ノリカズ教授をお招きしております。実は私、この発表を聞いてびっくりしてお願いしたんですけれども、生命外で複製し進化する人工ゲノム DNA の開発という今の生命の進化の謎を解く、あるいは新型コロナにもこの現象は復元できるんじゃないかと私は考えて、今日は市原先生のお話をまず20分伺いたいと考えております。で、残り私の質問プラス、聴衆からいただいているチャットの質問を織り交ぜながら、60分間皆さんと楽しい議論を進めたいと思っております。市原先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ご紹介ありがとうございます。東京大学の市橋と申します。JBA さんにこういう機会いただいて、宮田さんにいただいたのがよくわかりませんが、大変光栄です。ですね、どうもやっぱりインダストリー協会ということで、企業から来ていただいている方が多いかと思うんですが、ですね、ちょっと多分ですね、いつもの感じとは少し違って、若干観念的と言いますか、基礎的と言いますか、すぐには役に立たないお話になるかと思いますが、ちょっとそこだけご了承ください。で、私の研究、今日お話ししたいのはどういうことかと言いますと、ですね、まず、メインとしてはちょっと先の話です。10年後とかそういう感じではなくて、多分30年、40年後に来るテクノロジーのお話になると思います。で、それが人工細胞だというふうに考えています。で、ただそれだけだとちょっと、あんまりに役に立たないかなと思いまして、ただそのテクノロジーを使ってもう少し近々に役に立つことも出てきております。で、それを今のお話として二つ目に紹介させていただきたいなと思います。それでまず最初の、最初と言いますか、すべての話に関係するんですが、人工細胞です。で、人工細胞って何かと言いますと、実はですね、ちょうどタイムリーな話があって、この間のセンター試験ですね、今センター試験って言わないんですけど、昔のセンター試験で、ちょうどですね、人工細胞の問題が出たんですね。これ右下にちょこっと貼ってあるんですけど、現段階の人工細胞はまだ生物の特徴をすべて有しているとは言えないということで、じゃあ生物って何だろうっていう、そういう問題の趣旨で、出されてるんですが、ただですね、これあんまりそんな、なんというか本質をあまり捉えていないなと私なんか思っていて、その生物と同じ機能を作ってしまったら、それはもう生物使えばいいので、人工細胞である意味は全くなくて、人工細胞のいいところ、まだそんな大してできてないですけど、ポテンシャルにいいところとしては、生物の持つ機能を、こう人間が使いやすい形で一部だけを取り出すということなんだと私は理解しています。で、それによって、生き物よりも使いやすい、何かを作りたいと。で、生きてる必要はとも、特にないんですけど。
というお話をまず最初にさせていただきたいと思います。でですね、まあ、これ私の考えというか一般的にそうだと思うんですが、そのいわゆるテクノロジーっていうのはどうやって進歩してきたかというと、一定の傾向があると思います。それはその生物を使って行っていた過程を人工物で置き換えることだというふうに見なすことができます。例えばですね、移動手段として昔は馬とか牛とかに頼っていたのを、今は自動車という機械で置き換えていますし、あるいはそのものづくりですね、物質を何か作る、商品を作るときも昔は手で作っていたのを、工業機械によって作るようになっています。で、これによっていろんなことが良くなります。例えばその馬を使ってたら馬は病気になったりしますし、なんだったらその時速100キロみたいなスピードは決して出すことができないんですが、自動車なら可能です。で、あるいはものづくりにしても、その手で作ってる限り、例えば半導体なんてのは決して作れませんが、機械で作ればいくらでも小さいものも、高機能なものも作ることができます。ですから、その人工物、生き物ってすごい便利なんですけど、融通も効くし、まあ、丈夫だし。だけど、その人工物で置き換えることによって、ポテンシャルにはもっとすごくて安定なものが安定に作れるというところにメリットがあるから、まあ、いろんなものが人工物に置き換わってるわけですね。で、それを思ってみたときに、現状の人類がまだ完全に生物に依存しているのは食料とか医用品の生産で、特にある程度複雑な有機化合物の合成はほぼ生物に頼ってしまいます。食べ物はもう完全に生物由来のものに頼ってます。で、これが将来置き換えていく、こと、置き換えていくのが良いと思っていて、そのための手段が人工細胞というふうにみなしております。それでですね、そう思うと、やっぱり現在の生き物に頼った生活っていうのは、いろいろ不便なところがあるなというのが目についてきます。例えばですね、食料品について言いますと、供給が安定しないと。数年前にですね、すぐ、こう、天候不順ですぐこう小麦の生産率が落ちて小麦の値段が上がったりですね。もっと近近場の例でいくと最近そのうなぎの値段が上がってますね。で、あれも養殖できないので、しかも生態がいまいちよくわかってない生き物なので、ちょっと美味しくてみんなが食べ始めるとすぐに絶滅しかかってしまうと。いう問題もありますし、あるいはその、まあ、食べ物の話ばっかりで恐縮なんですけど、牡蠣もそうですね。美味しい沿岸で育った牡蠣ほど生で食べると当たりますしね。で、さらに、その、時間もかかります。麦や、稲もそうなんですけど、成長するのに数ヶ月かかってしまうと。で、できたものも、その、まあ、食べられるのは、可食部位っていうのは大体半分以下で、ほとんどのところは捨ててしまうと。まあ、茎とか葉っぱな根っこになると捨ててしまうことになります。で、これは、その生き物を使ってる今までの生活では当たり前のことなんですけど、でもよくよく考えてみると、もっと効率よくできる可能性があると思うんですね。その人工物で置き換えていくことによって、もっと良くなって安定な、ものが作れるんではないかというふうに考えているわけです。で、もう一個大事な問題として倫理的な問題もあります。で、私たちその、まあ、牛とか馬が大好き、馬じゃないですね、牛とか豚が大好きなので、そういうのを殺して食べてるわけですが、やっぱりちょっとですね、よくよく考えてみるとおかしな感じがするのは、例えば犬や猫は決して食べなくて、彼らは家族として扱われてるけど、牛や豚は餌として扱ってしまうというのは、やはり、ちょっと問題があるんじゃないかなというふうに思うわけです。で、そういう点について人工物を使って、それを食べれるようになれば、もっと安全で効率の良くて、かつ倫理的に、まあ、負い目を感じないような、そういう有機物の生産ができるんではないかなというふうに考えて、人工物を作ってやろうというふうに、人工物で食べれる、あるいはまあ有機的に合成できるものを作りたいなというふうに考えているわけです。で、こういうアイデア自体はですね、実は昔からありまして、ですね、これ左下の図がですね、1982年に NASA のカンファレンスで提唱されたそういうアイデアなんですけど、これは機械なんですが、自分で自分を作る機械ですね。材料を使って自分と同じものを作ってどんどん増えていくことができる機械が提唱されています。実現はしてません。やっぱりこう、難しいんですね。で、もうちょっとこう、皆さん見たことがあるかもしれないなというのはですね、ドラえもんの秘密道具でですね、バイバインっていうのがありまして、これは栗まんじゅうにかけてやると、まあ何でもいいんですけど、何かにかけると、それがこう細胞分裂みたいにどんどん増えていって、いくらでも増えると。で、こういういくらでも増えてくれると、こう食料として食べてもなくならないので、
まあ、食料として使えるようになるわけですね。で、こういうものを現状で人工物で増えるものはできていないんですが、こういう増えるものを作ることができれば、私たちは物質生産に使えることができるというふうに考えました。で、増えるものを作りましょうというふうに、私たちはまあ数年前に考えて、じゃあどうやったらそういう増えるもの、でかつ有機物質を作れるようなものをできるかというと、それはまあ生き物に習うことが一番 で、生き物の増える仕組みっていうのは一体何かというと、そのコアはセントラルドグマです。生物のセントラルドグマっていうのが増えることによって生物は増えることが可能になってます。で、ここちょっとですね、まあ、教科書レベルの話なんですが、セントラルドグマって何かを少しだけ説明したいんですけども、セントラルドグマっていうのは細胞内の情報の流れのことで、ゲノム DNA が複製して、でそこから情報が RNA に転写されて、で、タンパク質に翻訳されます。この情報の流れをセントラルドグマと言います。で、タンパク質が細胞内のいろんな機能を実際に果たしているわけですね。で、あんまりセントラルドグマの紹介の時には出てこないんですが、実際はこのタンパク質がですね、転写翻訳複製に関わっています。の、まあ、本体となっていますので、実際にまあ、ここのタンパク質は今度は2回目の転写や翻訳や複製に働いているということになります。ですので、こう全体とするとですね、この矢印が閉じたサークルを形成しているんですね。閉じたサークルを形成することによって、こう、セントラルドグマ全体が増えるような仕組みが達成されています。ですので、これさえ、この増える仕組みさえ作ってしまえば、試験管内でできてしまえば、そのシステムというのは増えることになります。ですので、まずこれを作りましょうというふうに考えました。で、これがなかなか難しいので、まずはこの一番外側のサークルですね。ゲノム DNA から転写翻訳してタンパク質ができて、そのタンパク質によってこのゲノム DNA 自身が複製されるような、そういう仕組みを今回作ってみました。それでですね、じゃあまず DNA 複製作りましょうなんですが、今まで私たちがやるまではできていなくて、で、なんでこんなことができていなかったかというと、まず大きな問題は DNA 複製が極めて複雑ということがあります。これは教科書から取ってきた図なんですけど、その、一番シンプルな生き物である大腸菌ですね。大腸菌の DNA 複製機構、これ、恒例がそうなっていまして、それですら極めて複雑で、だいたい20種類ぐらいのタンパク質が複合的に働いています。この丸っぽいの全部タンパク質なんですけど。で、これがないと DNA 複製って達成できないんですね、現状。で、この20個をすべてちゃんと作るのはやっぱり大変で、それを、生成タンパクだったらできてるんですけど、これを DNA 自身から作らせてっていうのが今までできていなかったということです。で、なのでですね、これをそのまま作るという手もあるんですけど、現状の翻訳能力ではまだできなくて、ですので、もっとシンプルな、DNA 複製が可能なんじゃないかというのがまず最初に考えました。その生物学者の立場というか、生物学者だと、こう、天然生物が一番優れていてって普通思うんですけど、ただですね、こう、そいつを一から作ってみようという、このエンジニアリング的な立場から言うと、なんでこんな複雑なものを作らなあかんのかというふうに逆に思うんですね。で、もっとシンプルでできるじゃないかというふうに思う人たちがいて、で、そういう合成生物学をやってる人たちなんですけど、で、その人たちがまず最初に考えたシステムっていうのはですね、これジョージ・チャーチたちのグループが提唱したんですが、二つの遺伝子だけで DNA 複製ってできるんじゃないかということを提唱したんですね。で、それどういうことかと言いますと、DNA 自体は環状 DNA です。で、遺伝子二つです。で、その二つの遺伝子は何かというと、FI29。まあこれ何でもいいんですが、とにかく DNA 複製酵素が一つ。ポリメレーズですね。と、あとクレ、組み換え酵素。これは要するに、DNA 組み換えをする酵素です。で、この二つがあれば十分だと言っています。どういう仕組みかと言いますと、まず複製酵素が環状 DNA を鋳型にして、どっかからこう複製をスタートさせます。で、ぐるぐるぐるっと回ってって、で、自分の作った鎖のお尻にぶつかると、そいつを引っぺがしながらさらに複製を続けます。で、その鎖置換反活性を持っている、そういう酵素じゃなきゃいけないんですが、そういう酵素であればずっとぐる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 と複製を続けて、出来上がるのは一本差の DNA です。とても長い DNA が出来上がります。で、この配列は元の環状 DNA の繰り返し配列になっています。で、さらに、この複製酵素は裏差も作るので、2本差の DNA が出来上がります。で、その後に組み換え酵素が働きます。で、この組み換え酵素は相同組み換えを起こして、
もう一回感情 DNA に戻してくれるという、そういうシンプルな仕組みです。で、これシンプルなんですけど、この仕組みを使えば感情 DNA を複製させることができます。ですからですね、実はその DNA 複製自体は、2つのタンパク質の活性があれば、原理的にはできるということが提唱されてました。で、まず最初に私たちはこいつをじゃあ作ってやろうと思ったんですが、これですね、2006年に提唱されて、その後ずっと誰もやってなくて、なんでだろうと思ったら、やってみるとすぐわかるんですけど、これ動かないんですよ。なんで動かないかっていうとですね、組み換え酵素はですね、この DNA 複製を極めて強力に阻害します。で、ですので、こう、頭で考えるとこれ、うまくいきそうなんですけど、全然動かない。そういうシステムになってます。これなんでかっていうと、考えてみると当たり前で、もともとですね、別のウイルスから取ってくる酵素なんですね、この2つ。で、しかも両方とも DNA にくっつくんですよ。だから、クレ組み換え酵素なんかあると DNA にくっついちゃって、で、ポリメレーション邪魔しちゃうんですね。だから動かないということが分かってきました。じゃあ、これでどうするかということなんですが、私たちは、ちょっと諦めきれなかったんで、なんとか、こう、阻害されないような DNA 複製酵素、あるいは DNA それ自体を取ってこようというふうに考えました。で、詳細はちょっともう省きますが、人進化によって、レコンビネース、組み換え酵素が大量に存在する環境下で複製するような遺伝、DNA、あるいはポリメレースを、ライブラリーからセレクションしてきました。で、そういうことをしますとですね、ちょっと飛ばしますが、もともと、オリジナルがこの黒いラインで、横軸がこうクレ、組み換え酵素の量で、縦軸が DNA 複製で、オリジナルの元々の DNA だとですね、クレ入れちゃうとすぐに阻害しちゃうんですけど、進化させた後、人為進化させた後のものっていうのは結構阻害されないというものが取れてきました。これ、何が変わってるかというと、いろいろ変わってるんですけど、DNA の鋳型自体も変わってますし、ポリメレースの性質も少し変わってます。あまり詳しいことはわからないんですが、とにかくこの DNA とポリメレースを使ってやると、ちゃんと複製が続くし、あとこの、組み換えも起きてですね、感情 DNA がちゃんと再生すると。これ感情 DNA になるとバンドいっぱい出るんですが、ちゃんと進化型でのみ出てくるということがわかってきました。ということで、この DNA 複製システムというのが作ることができまして、これは DNA からタンパク質を2つ翻訳して、そいつによって DNA 自身が増えるという自己複製のシステムですね。を、これ初めて作ることができました。でですね、これですね、できると、この DNA はですね、転写翻訳が起こすような反応液、無細胞翻訳系っていうんですけど、無細胞翻訳系に入れといてやると、こいつはもう自分で勝手にタンパク作って自分を増やすことになるんですね。ですから、その生き物みたいにどんどん増えていくんですよ。まあ、ウイルスみたいにと言ってもいいんですが。で、実際にやってやると結構増えてきて、これですね、毎日毎日、ウエツインダイですね、うなぎのタレみたいにですね、温めて DNA 増やして、で、ちょっと取って新しい無細胞翻訳系に入れて、また温めてっていうのを毎日毎日やると、増えて、希釈されて減ってっていうので、ずっとガタガタしながら増えていくということが分かってきました。だからこの DNA ずっと増えるんですよ。で、さらにですね、この増え続けると進化が起きます。というのは DNA 複製は完璧じゃないので、必ず複製エラーを含みます。で、もしエラーによってより増えやすい DNA が生まれると、そいつはたくさん子孫を残せるので、だんだんこう自然選択されるということになります。で、その結果としてですね、その元に比べて、これ30回植え継いだ後の4つのクローンなんですが、元よりも、まあ、数倍よく増えるようなものが取れてきています。これ変異がですね、だいたい数個入っています。ということで、ポイントはですね、このシステム完全に試験管内で起きていて、どこにも生き物がいないんですね。全く生き物がいない系なんですけど、この中でこの DNA っていうのは自分の情報を使いながら持続的に複製できて、かつ進化もできるという、そういうものが初めて取れてきたということになります。で、じゃあこれどうしましょうという、まあ、今後の話なんですが、で、現状で遺伝子として2つだけ載っていますが、最終的にこれを自律的に増えるシステムにするには、少なくとも53種類の遺伝子がさらに追加が必要です。で、そこには tRNA だったり、こういう合成、翻訳に関わるタンパク質が必要になります。
で、こいつを入れてやることが今の目標で、で、現状ですね、20個ぐらいはできていて、これ、赤いラインが各遺伝子が載っている場合と、青いラインが各遺伝子載ってない場合で、載ってないと落ちていくんですけど、ちゃんと遺伝子があれば、維持されているので、まあ、自分の遺伝子を作りながら増えていくっていう証拠なんですけど、20個はなんとかなっていると。ですので、あとこれ、JST のプロジェクトでやっておりまして、あと残り33種類ぐらいは5年から10年ぐらいでなんとかなるんじゃないかなというふうに見積もってます。で、難しいのはリボソームなんですけど、これはもう今まだ原理的にできてないので、あと10年ぐらいかかるかなということですね。で、でも合わせると20年後ぐらいには増殖する人工細胞ができるかなという、そういうところにおります。はい。で、ちょっと最後に。ね、まあ20年後の話だけではなくて、今、キンキンになんとかこう使えるかもしれないというところをお話ししたいと思います。ですね、さっきちょこっとだけ出てきたんですけど、その、クレー組み換え酵素にがあっても増えるような DNA を人為進化させてきました。で、その技を使うとですね、進化工学ができるんですね。タンパク質の進化工学を完全に、細胞のない環境、生き物がいない環境で、行うことができます。インビトロで進化工学ができるようになります。そうするとですね、細胞にとって毒性があるとか、そういうことを一切気にせずに、タンパク質の改良ができるんですね。で、ちょっとその2つの、それで取れてきた2つの例をご紹介したいんですけど、でこれで異常な酵素ができるっていうのはどういうことかと言いますとですね、Phi29 の DNA 複製酵素についてなんですが、これについて、NTP を取り込むようになったものを取ることができています。これどういうことかというとですね、DNA ポリメレースなので、デオキシ NTP が本来の基質なんですね。で、デオキシ NTP 取り込んで DNA を合成するのが DNA ポリメレースの定義です。ただ、こいつをですね、試験管内でインビトロでずっと進化させていくと、なぜかよくわからないんですけど、リボヌクレオチドも取り込むようになります。これ、ビオチン化した CTP、デオキシじゃないやつです、これ。リボヌクレオチドなんですけど、ですね、結構取り込みます。10% ぐらい取り込むようになります。で、同じようなことが RNA ポリメレースでも起きていて、これ RNA ポリメレースなので、NTP が正しい基質なんですが、デオキシ NTP を取り込むようになってきてます。これ、横に行くほど進化型なんですが、進化すればするほどデオキシ NTP の取り込み率が上がっていきます。だからなんかちょっとだけこう DNA ポリメレースに近づいていっているというようなことが分かっています。で、これも変なポリメレースなんですが、この変なポリメレースはどっちも細胞毒性があって、大腸菌とか入れるとかなり変異が入ったり、デリーション入ったり、細胞死んじゃったりするんですね。ですから、普通の大腸菌とか、生き物を使った選択では、まあ、普通は取れてこないような、そういう異常なタンパク質なんですが、私たちのシステムは完全にインビトロなので、インビトロだとこういう変なものも取れてくるということが分かってきてます。で、ですね、なので何が言いたいかというと、人工細胞を使ったシステムだと、生物にとって毒性があろうと何だろうと関係ないので、そういうですね、生き物の普通のルールを超えたようなそういう酵素も、人為進化で取ることができるので、まあ、もしですね、皆様のところでこういう酵素欲しいんだけど、進化させると死んじゃうとか、デザインしてミューテーション入れると死んじゃうみたいなことがあったら、こっちの系だと取れるかもしれないというところで、もし何かありましたらご相談ください。ということで最後です。もう20分なんでもう読みませんが、人工細胞システムっていうのは新しいテクノロジーとして、まあ20年後には花開くかなと思っておりますし、まあもうちょっと近々でも人為進化には役に立つということを今回お伝えできたらなというふうに思っております。以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。先生、じゃあまず先生自体が面白いなと私は思ってるんですけど、この研究を始めるきっかけをまず教えていただきたいんですけど、そうですね。もともとは進化に興味があって、うん、生き物が何がすごいかっていうと、まあいろいろあるんですけど、そのタンパク質の構造がすごかったり、生き物としてのこう多様性がすごかったりするんですが、そのどれもその進化の産物なので、できればその根本のところが知りたいなと思って、
でもよく考えてみると、その進化するものって生き物以外にはほとんどないんですよね。で、あってもちょこっとしか進化しないんですよ。タンパク質とか RNA の進化実験とかされてるんですけど、あんまり大して変わってくれないので、そこがなんかこうギャップがだいぶあるなと思って、で僕としてはその生き物みたいに進化するものが作りたいなと。で、その作るための条件が知りたいなと思って、こういう研究をしてます。だから実はあんまり応用じゃないんですよ。なるほどね。いやいや、どっちかというと、必要最小限の条件を明らかにしようとしてらっしゃるわけですよね。そうですね。うん。そうすると今の先生の感覚だと、まあ、あの、生命の進化に宇宙から奉仕できたパンゲア説っていうものもあるんですけれども、はい。そうじゃなくて、あの、クアセルベートみたいな自然な濃縮環境上でも起こりうるんじゃないかと思ってんじゃないかと思うんですけど、どうでしょう。そうですね。それはそうだと思いますね。まあ、パンゲアでもいいんですけど、うん、いやでも実はですね、うん、僕はパンゲア説の方があるかなと実は思ってるんですが、でも、それにしても、その元となるやつはどこかの惑星で勝手にできてきたものだな、じゃないとちょっとおかしいですよね。なるほどね。地球じゃないかもしれないと思います。うんうん、で、やっぱりあの、この分子の衝突というか、このミニマムの分子が揃ったところで、あの、進化が始まったと考える、この仮説を一生かけて追求しようとしてらっしゃる。そうですね、うん、で、まあ。ただし、ここで細胞の概念が出てきたのは面白いなと実は思ってますから、ね。あ、はい。そうですね。あの、うん、本心を言うと別に細胞である必要はなかったんですけど、うん、し、あの、ちょっとなんか今、チャットでも質問されてますが、細胞膜もなくてもいいならない方がいいなと思ってるんですが、うん、ただ、あの、膜はなくても、やっぱりその区画構造はないと、その選択がちゃんと起きないんですよね。今回もあの、人為進化の時に、あの、細胞みたいな丸いっこいのが多分出てきたと思うんですけど、うん、あれに入れないと、なんというか、そのダメなやつに負けて全員全滅しちゃうんですよ。なるほど。ミューテーション入ったダメなやつがフリーライダーとして働いちゃうので、うん、全員引っ張られて全滅するんですね。で、区画で分けてやらないと、その、ちゃんとしたやつだけをこう生き残らせることができないんですよ。だから細胞構造はやっぱ大事ですね。なるほどね。これはかなり面白いですね。いや、分子レベルでも多分そうなんでしょうけど、個体レベルでも多分進化の前提として隔離っていうのはありますよ。ありますね。それはそうだと思います。うん、今おっしゃったそのフリーライダーっていうのはわからない人がいらっしゃる可能性があるので、ちょっとだけ我々、あの、私もあまりに難しいんで、打ち合わせの時随分聞かせていただいたんですけど、600世代ぐらい細胞を作らないで、区画を作らないで、あの DNA 複製すると死ぬって言ってたじゃないですか。それがそのことですか、はいはい、そうです、そうです。構造がないと、やっぱり変異体が溜まってきて、で、そいつに勝つ方法がないんですよね。まあ、あの、わかりやすく言うと、あの、寄生型の DNA が出てくるんですよ。で、寄生型の DNA は短いので、必ず早く増えちゃうんですね。コストをかけてないので。うんうん、で、それを防ぐ方法が、まあ、この DNA にはないので、だから全滅していくんですよ。だけど、区画があると、ちゃんと区画、まあ、自分一人しか入らない区画ができると、この寄生体から隔離されるので、生きていけるんですね。まあ、生きるって変なって言い方ですが。なるほど。要するに多様性が維持できるってことですね。多様性が、あ、そういうことです。うん。うん。なるほどね。これあれ、寄生型の DNA って自分自身が例えば DNA ポリメラーゼを失うとか、はい。クレを失うとか。はい。まさにそうです。そういうもんですよね。そういうもんです。はい。それで人の DNA ポリメラーゼ使ったり、うん、クレを使ったりして生き延びてるんだけど、彼らの方が、あの、結果的にスマートっていうか短いから、激しく増殖するってことですか、ね、そういうことです。逆に言うとあれですかね。新型コロナが消えるっていうのはそういう仕組みで消えるんですかね。増殖の規制、あの、規制型のやつがどんどんできて死ぬんじゃないかと思ってたんですけど、違いますか、ね、
それはどうかな。今のところわからないんですよ。H1N1 も突然いなくなったし。はい。寄生型のウイルスっていうのは一応あるんですよね。他のウイルスが、うん、感染したやつにだけ感染できるウイルスっていうのは知られてるんですけど、うんうん、それはやっぱり、なんていうか、寄生型は薄くなると弱くなるっていうデメリットもあって、やっぱり寄生する相手がいないと増えられないので、なんか常に有利というわけでもないんですよ。ないわけ。じゃあ、ある一定 の濃度を保たないと彼らも保たれない。いますからね。コロナはそんな複雑なメカニズムじゃない気はしますけどね。なるほど。だからね、じゃあ、先ほど600世代ってのは結構濃密な、これを希釈し続けてたら、あの、600世代とも生き残るんです。ですね、うん、このシステムだと希釈しても生き残れないんですよ。残れない。薄くなると、タンパク質も薄くなっちゃうので。うん、ああ。そうなんです。なるほどね。本体も希釈に弱いからダメなんです。もっとシンプルなシステムだと薄いと勝てるんですけど。うん。で、これ、あの、質問にもありましたけど、先生の場合、今、あの、二つの酵素と環状 DNA で、進化できるって言ってるけど、実は、あれですよね、無細胞系を足してますよね。そうです。そうです。ここがミソですよね、今のところ。おっしゃる通りで。うん。要するに、その中には tRNA もリボソンも全部含まれてると。そうなんです。だから全然自律的ではないです。これを、先ほどおっしゃったその53種類って言いましたっけ？はい。それがまさにその正体。そうです。その無細胞系の増殖の中の必要なタンパクをコードしている遺伝子がこう、あ、タンパクと tRNA とリボソーマル RNA をコピーしているものが53種類。はい、ですね。リボソームを除いて53種類です。あ、そうね。リボソームって99種類もあるっていう人がいますよね。リボソームはもう一段レベルが高いので、ちょっと10年ではどうにもならない気がしますね。そうするとやっぱりあれですかね、生命進化の奥とか数、うん、1000万年とかそういう単位の時間が必要になりますかね。まあ自然に出てこさせようとすると、うん、そうでしょうね。奥なのかな。いやでも今のところ誰もそのイメージはできてないと思いますね。特にリボソームですね。うん、だってまあ仮にリボソームが、うん、あのリボソーマル RNA も含めて、まあ、100あるとすると99のタンパクプラス1だとすると153でしょ、うん、それと DNA がある日出会うっていう確率ってやっぱりいいんじゃないですか。これはまあこれがいきなりできるのはまあ無理ですよね。だから多分もっと前のシンプルな形だけど同じ機能を持つようなものがいたはずで、例えば、RNAワールドとか、そういう話。いきなり我々の細胞ができるわけじゃないってことです。そうです、そうです。うん、だから、部分構造でもなんか自己増殖してる連中が集まってきた可能性があるんだ。まあ、そうじゃないと、ちょっと説明できないと思うんですよね。過去には多分、だから、有名な仮説は、やっぱり RNA だけで、リボソーム的な RNA と、RNA のゲノムと RNA のポリメレースがいたはずだとみんな思っていますね。うんうん、そこから DNA がとタンパク質が後からこう取って変わったと。うん、なるほどね。イメージですね。まあなんか21世紀に入ってリボソームの全部の構造を決めてノーベル賞が出てくるくらいですから、うん、リボソームのミニマムリボソームみたいな考え方はまだまだですよね。きっとあるんだとは思うんですけど。そうですね。それは割とこのあたりの界隈の人の夢ですね。原始的なリボソームの形が知りたいんです、うん、みんな。うん。だから先生みたいにこう理論的なところからアプローチする人といきなり深海に潜ったりする人が出てくるんですね。うん。この学問って幅が広くて面白くて。そうですね。多分わからないことが多すぎるので。うん、まあ、いろんなアプローチを取ってる人がいるんですかね。はい。で、あの、私もあれなんですよね。あの、なんか生物学の習いたての時に、細胞の概念とか、膜っていうのがどうしても生物には必要だっていうのが、ものすごく刷り込まれていて、
先生が先ほど幕じゃなくてもいいんだけどと言った一言がね、胸に刺さってるんですよ。習ったことが違うのかみたいな話。そこはどういうことですか、うん、表面、海面みたいなところでもいいってことですか。いや、幕というよりも進化させるためには、さっきも申し上げた通り、区画構造がいるんですよね。うん、でもそれは一瞬でいいんですよ。一瞬でいいのね。一瞬でいい。選択される一瞬だけでいいんです。こういう。そうそう。こういう感じ。いつも幕に包まれている必要は必ずしもないんですよね。特に栄養供給なんかという意味では、膜なんかあったらむしろトランスポーターとわざわざ入れなきゃいけないので、うんうん、自然界ではしょうがないですけど、うん、栄養少ないからですね。でも試験管内でやってる上では栄養なんて山ほど入れられるので、うんうん、特に膜を作ってやる必要がないと思うんですよね、うん、だから人工細胞って言ってるのにおかしいんですけど、膜なんかない方が多分扱いやすいものにはなる気がしますけどね。うん。それはエンジニアリング的にそうですよね、そうですね。うん。エンジニアリング的にということですね。うん、先生、非常に罪深い、あれ、実験やってるじゃないですか。自動培養装置みたいな。はい、ここにも随分質問来てて、はい、永久期間を作る期間みたいな。はい、はい、うん。いや、それはですね、生き物が永久期間になってないのと同じで、うん、ずっと増えてる。やっぱり外から足してますもんね。足してますし。ATP とかね。そうです、そうです。うん。むしろ無理やり、ものすごいエネルギー突っ込んで今動かしてますね。そうですよね。で、しかも、先生のお弟子さんたちが、マニュアルでものすごいエネルギーを突っ込んでこれを維持してますよね。そうですね。で、そこを親心で自動化しようとしてらっしゃいませんか？ですね。まあ、それは、そういうところはありますが、現状実は自動化の方が大変ぐらいなもんですね。やっぱ難しい。いや、やっぱり、なかなかちゃんと動かないですよ。うん、この系は、まあ、特になんかこう混ぜたりですね、供給したりで、ドロプレットとか作ってるんですよね、さっきの区画構造ですね。はいはい、なので、単に入れたり引いたりだけで済まないので、なかなか、こう見てないと失敗するんですよ。自動ロボット。全然自動じゃないんですけど。先生、それでもう一つ質問。先生の学生の苦渋を知るために、これ一度実験をし始めたらずっと止めることはできないんですか？あ、いえいえ、もういつでも止めれます。うちはホワイトラボなので。うん。やるときだけやって、で、終わったらマイナス80度に放り込んどけば。また復活するので。あ、そうですか。そこはいいですね。いいです、いいです。うん。で、しかも世代時間ってどれぐらいとおっしゃってましたっけ？ですね、DNA の時は1回で16時間ですね。うん、オーバーナイトです。16時間で1回。1回です。うん。RNA だと、今5時間でやってるんですけど、まあ、実際は1時間もあれば増えますね。うん、やっぱりね。このぐらい。学生は絶対 RNA を好むでしょうね。それがですね、でも学生はもはややってくれなくて、うん、なかなかですね、もう、論文にするには結構な回数植え継がないといけなくなってるので、もう今はもうテクニシャンの方にお願いしております。学生にはちょっとかわいそう。なるほどね。これってスケールアップって概念はあるんですか？スケールアップは可能ですが、やっぱり無細胞翻訳系がですね、うん、効果というか、結構手間があるんですよ。高いですよね。はい。ちょっと現実的には、むしろ小さくしたいですね。今、ですよね、リットルなんですけどね。うん、本当に最小限5分子ぐらい。そうです。もう少なければ少ない方が、材料費はかからないのでいいです。なるほどね。面白いな、これ。これ、それで進化のエンジンっていうところに皆さんもこう来てるんですけれども、これは結局 DNA ポリメレースのその精密度というか、はい、読み取り間違いというか、あ、それが進化のドライビングフォースですか？ドライビングフォースというとちょっとイメージがわからないところがあるんですが、そのスタートはそうです、うん、突然変異の供給源はポリメレースの間違いですね、うん、おそらく、うん、
組み替えもあるかもしれませんね、DNA。そうですね。組み替えミスっていうのもきっとありますね。あとは変なところでくっついちゃって、うん、そこから伸びちゃったとか、そういうのもきっとありますね。うん。痴漢とかね、いろいろある。そうですね。うん、もう少し先生に研究をドバッと当たるとシークエンスしたりするわけですかね。シークエンス今、そうなんだ。ナノポアで読めればいいかなと思っているところなんですが、まだちょっと。あれ 85% ぐらいのフィデリティ。そう、変異率が高すぎて、間違って読んだのか、もともと違うのかの区別がまだ難しい気がします、ね。難しい。ナノポアが進化させちゃう可能性があるじゃん。そうですね。そう。でもわけわかんなくなるんで。うん。いや、だけど、そうすると、DNA ポリメラーゼのこの読み取りのミスの違う何種類かの DNA ポリメラーゼ入れることで分かりますよね、はい、多分。あ、それはそうですね。うん。で、さらに言うと、多分進化でポリメラーゼのその間違いやすさも進化するうので。うん。だから多分今、使ってる529がだいぶこう正確性高いので、うん、今の DNA サイズにそんなのいらないので、多分ですね、ミューテーションレート多分上がってくると思ってるんですよ。増えついでいくと、うんうん、もっと適当でいいはず、うん、もっと適当な DNA ポリメラーゼが選択されてくるんですか。多分そう思ってますが、うん、今回はクレの話は割とないがしろにされてますけど、クレも進化してる。クレはですね、現状あんまり変わってないか、むしろ枷落ちてます。 あまり喋らなかったのは実は、うん、あまり言わなかったんですけど、クレなくてもこれ動くんですよ。え、うん、謎の。だけど、あれ、感情にはならないでしょ。感情にならなくて、繰り返しの配列のある長い状態で、実は増えれるんですよ。うん、すごいな。それがメインなんですね。でもずっとそれやっていくと、だんだんミューテーション溜まっていって死んでいくので、うん、だから一部は丸くなっていて、大体は長い状態で増えてて、時々丸くなるっていう、多分ライフサイクルで動いてます。実はその謎なのでまだ、うん、あんまり喋れなかったんですが。なるほど。いやでも基本的にほら、小さな原核生物から真核生物が出てくるときにゲノムサイズが大きくなってきますよね、うんうん、だから昔は進化とゲノムサイズの大きさが比例するかなんていう説もあったんだけど、参照語が一番でかかったので、フグとかね、大きいやついます。アメーバも巨大ですよね、うん。でも逆に言うと DNA はひょっとしたら巨大化する傾向があるとも言えるかもしれないです。あ、それ RNA に比べると間違いなくそうですね。うん。寄生体となる RNA の寄生体ってすごい小さいのが出てくるんですけど、うん、DNA は結構巨大なのが出てくるんですよ。繰り返し配列の巨大なやつが。なるほど。規制型で出てきちゃって。うん。多分 DNA はやっぱり長くできるんでしょうね。いや、多分、それが複雑な生物として我々が獲得していったんじゃないですか、ね。うん。やっぱ DNA は結構優れてる感じがしますね。日本差だからかなという気もするんですが。うん。まあ安定性もありますよね。日本差としては。それ間違いないですね。うん。でも、この先ほどおっしゃったけど、先生が今扱ってるやつは、鎖をこうバリバリって剥がして、こう増殖する活性を持ってないといけないわけですよね。はい。なるほどね。それは必要です。これだけどいろんな酵素、生物界にいろんな酵素があるから、いろんなものを組み合わせると進化速度が違ったり、結果も違ってくる可能性はありますよね。うんうんうん、そうですね。それはあると思いますね。うん。うん、面白い。これ選択圧ってどうやってかけるんでしょうか。これは特に、あらわにはかけてなくて、ただ毎日植え継いでるだけなんですね、うん、でもそれでも一番早いやつがやっぱりその子孫をたくさん残せるので、うん、そのはい、あ、 DNA 間でたくさんコピーを残せるものが勝つっていう選択圧になってます。なるほどね、うん、いわゆる自然選択っていうやつですね、うん、これだってある一定方向に選択圧をかけられることできますか？あ、かけられます。例えば、うん、ある酵素の酵素活性をこう上げる。狙えばできますね。ちゃんとうまくいくかはちょっとわかんないところですけど、例えばなんか変な基質を取り込んだやつだけを取ってくるとか、うん、あと熱耐性のものを取ってくるとかいうのは、うん、結構簡単にできますね。なるほどね。うん。
しろ生き物よりも中身完全にいじくれるので、うん、いろんな選択はかけやすい環境にはなってると思いますね。いやいや、僕ら40年前ぐらいの時に、まあ、大学で研究してたんですけど、うん、友達が農学部にいて、うん、微生物は嘘つかないっていう先生がいて、その弟子だったんですけど、ひたすらなんかミュータジェネシスやってたりして。ああ、嘘はつかない。昔はそうだったんですよ。栄養要求性とかいろいろあって。あ、はいはい。うん。それ、もうちょっと先生の、経営が進化してって、うん、そしたら進化スピードも上げられる可能性がありますよね。デザイナブルな。うん、そうですね。それはそうだと思います。何十年か経てば、バクテリアよりは使いやすい。まあ、でもな、いや、値段的には負けますけど、うん、デザイナビリティでは勝てるものにはなるかなと思いますね。いいですね。デザイナブルエボリューション。デザイナブル、そうです。はい。それじゃあ、いくつか、聴衆からいただいた質問をダイレクトに。いただきましょう。PCR で増幅させるステップが入っているので、自立増殖としては言えないのではないでしょうかっていう質問があるんですが、これちょっと誤解があるか。最初、実はそうなおっしゃる通り、最初は PCR で増やしてたんですね。うん、2回か3回やったんですが、その後はもう PCR いらなくなっちゃったんです。うん、という意味で、後半自立的というか、増幅は勝手にやってくれるものになってます。これ PCR で増やすというのはある一定数の分子数が必要だということですか？です。そうですね。検出できなくなるとちょっとやっぱ心配なので、検出感度切ったら PCR で一回増やしてましたね。でも最初だけです。それ、ある種のドーピングだとか。ですね。植え付けなく、そうなんだから、ある程度進化してくるともう大丈夫になったんです。それ進化って多分濃度ですか？多分その複製の開始のしやすさだと今思ってます。I-29 のポリメレース開始が弱いんですよ。スタートするとすごい伸びるんですけど、うん、スタートが、まあ、天然のやり方とちょっと違うからなんですが、うん、スタートの効率がすごい悪くて、そこが多分良くなってます、うん、じゃあまさに PCR っていうのはエンジンのスターターみたいな感じでちょっとやって。最初ちょっと助けて、背中を押してやったぐらいですね。うんうん、で、チャーチが言うほど簡単じゃなかったってことですか？そうそうそう。チャーチ言うだけ言っといてやってないんです。うん。ある種の騙され感はありましたか？やりながら。いや、まあ。どれぐらいやって、ああ、自立増殖したっていう。うん。ところまで行ったんですか？何年ぐらいかかってそれ5年ぐらいかかってますよ。論文2法分やって、で、3法目にやっと、うん、助けがなくても増えるようになったので、だから結構、学生2人目ぐらいです。そうだよね。で、これは今言ったような、その、スターターの PCR とか、いろんな条件のアジャストメントがいるんですよ。そうですね。この辺がなかなか難しいのは、こう、やれる方法はいっぱいあるんですけど、なかなかどれが当たるかがわからないので、うん、当たり次第やってみて、うまくいくやつが出るかっていうところが賭けですね、うんうん。なるほどね。これって、そういう意味では、あれですかね、すべてパラメータに当たった状況なのか、うん、まだパラメータの最適化がこれから進む余地が多いと先生思ってるのか、どちらでしょう。まだ全然パラメーターいじってないと思ってます。もっと良くなる。まだ進化は止まってないですからね、うん。全然上がってる途中で、しかもちょっとよくわかんないんです。何が上がってるのかもまだわかんない段階。いろんなものが同時に上がってる段階なんで、うん、もっと上がりますね、きっと。これ、先生、進化が上がるってどう定義してます先生の頭の。今、複製、の効率が上がると言ってます。今、1回の反応で十数倍かな、植えついてるときは、ぐらいなんですけど、うん、多分、1000倍とかは、RNA だともう1000倍とか1万倍とかいくんで、そのぐらいは行ってもいいと思ってるんですけどね。うんうん、まだ全然、余地がありまくると思っています。
すごいな。でもそこら辺まで行ったら本当になんか工学的にいろんなことできそうですね。それ、そうかもしれないですね。うん、DNA 増幅方法として使えるかな。DNA をマテリアルとして作って、で、なおかつある幅で変異を入れる。はいはい。あ、折り紙みたいな、うん、構造を作らせるとか、うん、もしかしたらできるかもしれないですね。うんうん、それは面白いですね。いや、僕が実は一番興味持ってるのは DNA に記憶を持たせるっていう、もうそろそろ半導体使ったりいろいろしてる記憶素子の限界が出てきてるので、それの材料に使えないかなと思って、あるいは読み出しとか。はい。あ、なんか最近ありますね、そういう話。うん、DNA でハードディスクを作るみたいなやつですね。うん、で世界中にばらまいてくれた。増やすこと、まあ確かにね、できなくはないけど、マシかな。まあ確かに機械、今の磁気素子よりは長持ちはするかもしれないですね。いっぱい増やしといたら。明らかに長持ちします。それでミューテーションレートがもしコントロールできればね。うん。多分たくさん増やしといて、その平均を使えば、うん、なんとか、ミューテーションレートは今でもなんとかなる気はしますね。なるほどね。うん、500年でも DNA の半減期500年ぐらいじゃなかったですかね。まあでも500年持てばいいのかと。500年持てばもう同じですよ。いいですね。ロッピーデスクなんか20年持たなかった。まあ、確かにそうです。先生のこの Phi29 の DNA ポリメラーゼはプルーフリーディング機能がないですよね、確か。はい、ごめんなさい、僕はあんまりちょっとちゃんと知らないんですけど、ないんでしたっけ、うん、ないんじゃないですか、だって、ファージだもん。エキソヌクレアーゼ活性はありますけど、ね。あるんですか。あります、あります。だから、ちょっと戻れるはずです。ああ。だから多分そのプルーフリーディング活性を厳しくすると進化速度が遅くなったりする。うん、それはそうでしょうね、うん。変異が入らなかったら何も起きないですからね。うん。うん、それはそうだと思いますね。いやー、でも混ぜるだけで進化するってすごいなと思って。よかったです。ありがとうございます。うん。これって今は DNA ポリメラーゼとクレを入れてますよね。はい。その環状 DNA の中に、何らかの酵素遺伝子を組み込んどけば、ひょっとしたらミューテーションの拡大ができるわけですよね。あ、それはできますね。多分、うん、金属とか入れとくと、うん、マンガンとか入れとくと、ミューテーションレート上げるのは結構簡単なんですよ。うん、ああ、そうなんだ。そうなんです。金属変えるとすぐ上がります。し、なんか UV でも当てたら、いっぱい入ります、うん。いや、どうやって多様性を出すかなっていうところがあって。はい。ね、そうですね。いや、でもですね、PCR でもできますけど、PCR でもそうですね、うん、PCR 時々かますとか、多分今、レコンビネンス入ってるんで、その、うん、ちょっとミューテーション入れた断片を入れてやると、多分上がると思います。それと、こう、組み替えてくれる。そうですね。じゃあ、要するに、ある一定方向の進化を起こすこともできるんだ。そのミューテーションの断片をこう入れることによって。まあ、そうですね。そのミューテーション入れたらどう変わるかが予想できてればですが、うん、そこがちょっと難しいかもしれない。いや、そうすると本当にランダムと先生は思ってるのかな。うん、例えば、バチカンあたりは神の意思を証明してほしいと思ってるはずなんだけど、ある一定方向での進化みたいなものの現象には、ぶち当たってないんですか。なんか先生のホームページを見ると、こう、二つの方向のミューテーションのジャンルに集約されるみたいなところがあって、うん、あ、やっぱり神はいるのかと思う人もいるんじゃない。いや、あれはでもですね、予想はできないので、うん、まあ、なんか方向性あるんですけど、うん、でもそれはあらかじめどっちってわかんないですし、そもそもそいつが続くかどうかもわかんないんですよ。うん。あ、じゃあもう、その間に分析してみると似たようなものにある程度集約される。二、うん、つ、うん。そうです、そうです。そういう現象、まあ。ランダムに近いと思います。ランダムなんだけど、どっかにこう寄ってる、どっか濃いところがあるっていう、うん。で、それはでも予想ができないっていう。
そういう。それはある種ドリフトだと考えるんですか？もう再現性があるんですか、ああいうこう二方向の。まあ、難しい問題で、なかなか、ですね、一定の範囲に収まるというか、まあ、大体二方向ぐらいっていうのは再現性があるんですけど、うん、その時に入る変異は一緒ではないですね。その独立の進化系列があるんですが、なんかこう、表現系は似てるんですよ。うん、似てるんですけど、入る変異の種類は違うっていう、うん、そういうことが多いですね。じゃあ先生は知らないうちにセンターカウツを神として何かかけてる？いやー、僕がというか多分それは RNA とタンパク質の性質とか、スタートの配列とかで決まってるんじゃないかなという気はしますけどね。まあそうね。初期条件で決まるんだね、多分、うん。さあ、まだ来てますよ。酵素活性を上げることに使うにはどうしたらよいでしょうか。これバイオインダストリー協会の会員で悩んでる人多いんですよ、これ。多分、今、酵素活性が、その複製に貢献するような、その仕組みを入れてやると、酵素活性が上がった遺伝子が取れると思います。うん、まあ、ポリメレースも、まあ、FI29 も、一応、インビトロ環境では、ワイルドタイプより酵素活性高くなってるので、ただ、細胞内に入れるとまた別なんですけど、そこはまたややこしいところがあるんですが、インビトロで発現させた場合には、オリジナルよりもすごく活性高くなります。で、別の酵素でも何らかの仕組みでそいつが働くとたくさん DNA が増えますよっていう仕組みさえ作ってやれば、上げられますね。例えば、基質供給をこうする仕組みとかね、うん、その酵素が元気になると、そうそう。DTNP が増えてるみたいな。そういうものはリンクを作っておけばいいんですよね。そうです、そうです。あ、でも、キナーゼなんか進化できるかも。ATP をいっぱい作る。カイネス、そうですね。うん、その、ヌクレオチドを ADP から ATP にするようなキナーゼ活性があると、それはもう簡単にできますね。ですよね。だから、いかにこの DNA 合成とリンクをつけるかっていう。そうです。そこですよ、ね。できれば。うん。まあ、いくらでも中の反応がいじくれるので。うん。やろうと思えば結構できる気がしますね。いろんなもので。まあ、先生、先ほどね、冒頭で40年ぐらい先に役に立つかなとおっしゃってましたよね。これ、禁断の質問が来てて。先生の研究成績が、ね、将来どのような産業利用が可能でしょうかっていう質問が来てるんですけど。じゃあ、50年後。50年後はもうなんか食料生産とかに使ってると僕は思ってるんですけどね。うん、人間は人工細胞を食べてると思ってます。天然生物。まあ少なくとも人工細胞で作ったタンパク質を食べてるだろうな。うん、そうかもしれない。うん。でも先生の説だと細胞にしない方がいいような気がする。うん、それはそうでしょうね。うまく混ぜて。気泡かなんかで。あるいはこう、どういうふうにこう乱流を起こすかわからないか。ある一定のタイミングでこう、分子が衝突するような仕組みを作る。繊維とか作るのはちょっと、いや、でも、どうかな。縦に並ぶというか、その繊維タンパクだったら、きっと並んでいくんじゃないかなと思ってるんですけど、ね、うん、どうかな。混ぜくぜ作るって言ったら絶対並ぶ。ね、うん、うん、細胞をいきなり作るようにミトコンドリアを作った方がいいんじゃないかってアイデアも来ました。ミトコンドリア。で、やっぱりだけど細胞に寄生してるもんね、あれね。もともと、まあ確かにいろんなものを失ってるので、うん。あ、いや、そういうアイデア確かにあるんですよ。その最小の細胞を作りたいんですけど、うん、僕らとしては。ただミトコンドリアはもうある程度最小になってるんじゃないかっていう議論があって、うん。うん、共生細菌としてこういろいろ失ってますからね。ただそれ難しいのは、ホストに依存しているものがあって、ホストのタンパク質ももらってようやく増えてるっていうところがあるので、だから あそこだけで完結してないんですね、ミトコンドリアと共生細菌って。だからですね、それはそれでやっぱり難しいんですよ。だから、まだバクテリアは完結はしてるので、アッパーリミットはわかるんですけど、ミトコンドリアの場合は、どこまでそのホストの遺伝子の影響を取ってこないといけないからわかんないっていう、そういう別の難しさがある気がしますね。先生の
RNA の増殖系から新型コロナウイルスのようなものが誕生する危険はないんでしょうか？ないです。やっぱりウイルスはやっぱりようできてますからね。スパイク、なんでしょう。ちゃんとキャプシド作って出てかなくていけないし。自然界で あれはあんなに丈夫で感染できるなっていうのは、ちょっとなんか不謹慎なんですけど、すごいですよ、あれ。あんなもん人工的にできないですよ。うん、すごいよくできてます。いや、あそこまで複雑なものを取り扱ってないですよね、今先生ね。うん、扱ってないですね。多分、地球ができて、原子の海ができた瞬間ぐらいの現象を今先生扱ってます。そうですね。あれはそうすると反応温度をもうちょっと上げてもいいんじゃないかと思ってるんですけど、どうでしょう。と、それはですね、ぜひやりたくて、高温の方が、もしかしたら、反応速度も上がりますしね、有意かもしれないなという意見は昔からあるんですけど、うん、無細胞翻訳系がですね、大腸菌由来なんですよ。ダメなんだ。だから40度ぐらいですね、下げたり。やっぱ温泉に行かないとダメですね。そうですね。うん、あるいは深海の噴気孔で。耐熱性細菌の無細胞翻訳系を作るかですね。うん、さあ、そろそろ時間になりました。皆さんもいろいろご質問ありがとうございました。これは決して役に立たないというような研究では一切なくてですね、我々に対する素晴らしいイマジネーションを与えてくれるような研究だというふうに思ってますし、ひょっとして本当に先生はその40年後とか言ってますけど、十何年後ぐらいにひょっとしたらインビトロのエボリューションシステムで、酵素ぐらい作ることができるんじゃないかなというふうに思ってますけど、まあそのためには先生が死ぬほど働かなきゃいけないかという、ちょっとかわいそうな気もしてますんで、堂々たる研究をこれからもお勧め、いただきたいというふうに思ってます。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも質問どうもありがとうございました。それでは矢田さんにお返しをいたします。はい、ありがとうございました。今日はやっぱり生命ってすごいなっていうふうに思いました。まだまだお話を伺いたいところですけれども、本日は、これにてセミナーを終了させていただきます。ありがとうございました。皆様、市川先生と宮田さんにリアクションボタンで、もしくはミュートを外して、盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では今週もまだ月曜日で、今週もまた元気で過ごしてまいりましょう。また次回お目にかかることを楽しみにしております。皆様、本日ありがとうございました。はい、失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。では失礼いたします。ありがとうございました。